真是。この子の体の居心地も悪くなかったんだけど、そろそろ目的を達成しなきゃいけないわね。お前は誰だ？私はゼロ号と呼ばれていたわ。少なくとも最後は。そう。でも不完全だわ。サルスは？あの子には眠ってもらってるわ。抵抗されるかと思ったけど、意外に簡単だ。サルスを返せ。あなたが12の主を揃えてくれたから、こうしてやっと自由に動けるようになったのよ。まだ中途半端だけど。それにあなただってこんな体の子、正直しんどかったんじゃないの？どうなったっていいんじゃないの？そう、返せ。気持ちが分かってない。セレス、セレス、エンデン、彼女はまだ私の中にいる。ゼロ号は一人ぼっちになってしまったかわいそうな人よ。それにこんな体の私が一緒にいたら、これからもずっとエンデに迷惑をかけてしまう。今までありがとう。フライエ、お願い。サリを返してもらうよ。爪痕を閉じる。ゼロ号は私が連れて行くわ。ごめんね。統合歴511年、グライキア大陸から爪痕と呼ばれる深い谷は消え、各地に現れていた獣の呪いはなくなった。先生、僕は昨日何をしてあげられたかな。